赤塚さんなんか会ってもいない時に寺門屋でね、白木みのるには漫画で旗坊って出てくるんですよ、日の丸で。あと白木みのるに頭に旗立てて旗坊やっつってね、白木みのるが女の子に扮した時に頭に旗立てて旗坊って言うと、赤塚さんかテレビ見ながら書いてるから「おお出てる」って嬉しくて、今度赤塚さんの漫画の中で寺門屋のあれが出てくるんですよ、言葉のギャグが、うん、厳しいみたいなのが出てくるんですよ。だからね、財津なんかも完全に赤塚さんの漫画をね、嫌味をね、嫌味そのものですから、そうピャーッと飛ぶとこなんか嫌味じゃないですか。いや だからもう赤塚さんと会わない時からずっとテレビを通してね、お互いエールを送ってたっていうことがあって、それで大鳥圭介さんが赤塚さんと知り合って遊んだりして、もうそれこそめちゃくちゃ酒飲んで遊んでる時に僕なんか行って、だからデカパンのあれなんかのキャラクターを大阪でお世話したりなんかいろんなことしましたよ。もともとそのモデルがいるんですか、デカパン。まあまあいろいろあるんです。そんなん全部お世話したり、いろんなことしましたよ。赤塚さん亡くなるまでずっと一緒に遊んだりで、それで高井健一郎さんという作家がね、あの人が実は赤塚さんの漫画は全部書いてたという、六つ子はね、五つ子かあれ、おそ松くんは全部人書いてた、知らなかった。これマジックで知り合ったんですよ。でマジックで知り合って、向こうはよく知ってるんです僕のこと。それで僕はね、その赤塚さんのエピソード言ってたら、いやもうちょっとさらさらっと書いて、おい先生上手ですねって、僕が書いてたんだよ俺、1回目から僕書いてんだからって、ゴーストライダーやってたんだって。で赤塚さんのすごいのはね、ギャラそのままくれるんですよ。著作権は赤塚さんなんですよ。単行本の印税は入らない。その代わり校料はね、全部赤塚さんのギャラもらえるんですよ。つまり高井健一郎、新人高井健一郎のギャラって安いでしょ。だ生活できない。だみんな北見健一もみんなそうです。で結局ね、逆の言い方するとね、長谷邦夫っているじゃないですか。長谷邦夫さんはね、結局赤塚さんの呪縛から逃れられない。ゴーストライターから逃れられない。自分のキャラクターが作れない。でみんなね、一時ね、もうこんな楽な生活ないけどこれじゃダメだっつって悩んで悩んでね、みんな戦争中悩むじゃないですか。それから例えばこんなことしてたら一生どうするかってみんな悩むじゃないですか。 AD 生活で悩むと同じでね、もう赤塚さんのとこにいたら楽なんですって。生活できるし結婚もできるしね。つまり赤塚さんのゴーストライターっていうことをやってたらギャラがずっと入ってくるわけでしょ。編集者書いてる人としか付き合いませんから。で付き合ってるけどその顔も生かされへんわけですよ、赤塚軍団ですから。で手塚さんはアシスタント一切触らせない、全部自分で。だから弟子が育たない。どっちがいいかってことね、うん、で赤塚さんはもう軍団みたいに、だから武志も同じやり方してるわけでしょ、ね、だからそれはタレントとの違いあるけど、ともかく何で独立するかって、これじゃ高塚さんが死んだ時にはむちゃくちゃするから、死んだら私らも食えなくなるということでしょ。だから自分で食うためには自分のキャラクター作らないかんけど書けないんですよ。ほいでみんな悩んで悩んで苦しんで、例えばオバタリアなんていうのはもうそれまでの赤塚さんの可愛らしいやつと違うキャラクター作るわけですよ。それが売れるわけですよ。だからみんなもう赤塚さんとは憎しみあって別れるんですよ。